こんにちは。こんにちは。明日岩村カントリーで試合なんですけれども、はい、ちょっとですね、リンゴルフからですね、公式のポロシャツが出たので、はい、見てください。はい、2つあります。2つ、白と黒。黒ですね。じゃあ僕持ちましょうか、1個、ね、ありがとうございます。じゃあ白お願いします、はい、ワンポイントの T シャツが欲しいっていう、はい、あのリクエストがあって、あら、柄のものが今まで多かったから、確かにシンプルだけど、うん、リンゴマークでインパクトが、かなりインパクト、はい、かわいいです。黒は青いマーク、青いマーク、はい、まあ、白も青いマークなんだけどね。え、そうなんですか。わかんない。あ、本当だ、同じ青ですね。青なんです。なんか映えますね、黒だと。そう、ちょっとこれをですね、メンズのものなんですけども、はい、M 女性でも着れるというので、はい、来てもらいたいと思います。はい、はい、このシャツです。ここに大きいリンゴルフマークが入っていて、うん、かわいいですね。リンゴルフ公式ポロシャツ、サラサラって名前なんですけど、あ、確かに、確かに着てる、はい、サラサラです。で、薄いし、うん、夏にはぴったりです。これメンズなんですよ。はい、メンズの M ですよね。そう、メンズの M でも着れますね、私もね。M、L、LL で、LL、はい、展開してます。女の人の方がなんか似合ってるような気がしてきて、なんかちょうどいいダボット感です ね。かわいい、ね、女性でも着れるので、ぜひ黒いってみましょうか。はい、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 出てきました。はい、着替えてきました。どうですか、黒に青いです。はい、いいですね、こっちの、あ、これもかわいいですね。着やすいと思います。ちょっと新しいですよね。うん、他にない生地で。はい、じゃあこれ着てたまにはゴルフしてやってください。あ、私ですか。はい。はい、もちろんです。これ着て頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。リンゴルフニュースのお時間です。はい。9月、10月のリンゴルフオープンはこちら、左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日。この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくるので、ぜひ応募してください。はい、バイバーイ。